4日、第69回形成杯 AH、G38 日、中山、芝 1600m、追い切り。日の出前のまだ薄暗いミホ W をアスコリピチェーノが、先行の末足で駆け抜けた。全2頭を3馬身半追走し、直線はそのうちへ。残り 1F で直後につけて安城が促すと一機の伸び。6F82 秒3。 ラスト 1F は持ったままで11秒0をマークし、一馬身先着と極上の切れ味を見せつけた。一周前の先月28日の動きも圧巻だったが、今週はもう一段階レベルが上がった印象だ。黒岩氏も動きに余裕があって、スピード感もあり、気持ちにスイッチが入った感じ。休み明けにしてはしっかり仕上がった感じですね、と合格点をつけた。 今春2戦は大花賞、NHK マイル C で共に2着。特に前走は直線で前が壁になり、バンジキウスの展開から盛り返しての2着で、負けてなお強しの印象を残した。世代トップレベルの能力は間違いなく見せたものの、勝利には手が届かなかっただけに黒岩氏は、春は結果が残せず残念でした。ここは結果にもつなげたい、と力を込める。 年長馬やボバとの初対決、半で55、5キロは決して楽な条件ではないが、ある程度は想定していたので、と同時、今回の走り次第で、今後の選択肢が広がると、先々の展望を開く内容に期待す。る。